こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ、ソミヤでございます。すみません、ちょっと音声入ってませんでしたね。はい、こんばんは、いらっしゃい、いらっしゃい。ドラゴンクエストビルダーズパート2ですね、やっていきたいと思います。2回目ですね。で、前回昨日かな、あれかな、一昨日かな、やった後ちょっとだけ素材を取りに行って街の方を少しだけ変えてみました。はい。で、街の人の依頼をガンガンこなしていきたいと思います。石のクローゼットだって、飾り家具、石でできた衣類をしまう家具。え、部屋を作れって、もうマジで言ってんの。どうしようかな、ここ悩んでんだよな。ここに階段作ったけど、これで足りるのかなっていう不安があるんだ。石のクローゼット扉めちゃ重そう。確かに。地下でもいいのよ。あ、なるほどね。確かに。こっち側に作ろうっと。空中に置くことはできません。おや？ちょっと将来のために一応作っていこう。で、どうしようかな。部屋を作っていこう。手前を通り道にした方がいいかどうかちょっと悩んじゃうな。狭い部屋だけど許してね。あ、ここ作っていくわ。ここにつけよう。扉って2ついるんだよね。あ、ちょっと待って、何がいる。更衣室があればいいだけ、そんな単純なもの。そんな大きくなくていいか。でもこのぐらいの大きさはいるか。
じゃあ、あとはどう、石のクローゼットは、そうだな、クローゼットがどのぐらい大きいのかわかんないね、まだね。椅子が2ついるって言った。椅子2つもいるの？でけえ部屋だな。今ちょっとどうでもいいところに置いてある椅子のあれがあるから、それ使おう。ボロ切れが、あ、ボロ切れがない。これはピンチですよ。ボロ切れを誰から拾えばいいのかが全く分かってない。ここにある椅子、これ持ってこ、誰も使ってないから。椅子が2つ。あ、そうか、別に真ん中になくてもいいのか。端っこに座る。え、2個。明かりがいるんだよね、あとね。明かりはまあいいか、松明で。あと扉を作んなきゃだね。藁の扉。あ、夜になった。しまった、夜になってもう俺寝るところがないんだよな。男の部屋で扉できた。ボロ切れ？ボロ切れ誰から取るんだろう。これ入り口狭すぎ。2つにしよう。よし、どうすればいいか分かんないけど、ボロ切れ誰が来てるんだろう。うーん、魔物から取るんだろうな多分。あ、夜に来ちゃった。わ、怖っ。明かりが灯されてるのを見ると怖いね。うーん、布切れってさ、こいつ毛皮だもんな。俺が素材を掘った残骸がたくさん残っている。
いそいそいそい。誰が持ってるんだろうな。それらしい魔物見当たらないが、映像カクカクしてるね。映像については設定でお好みの画質に変えていただければと思います。ほいほいほい。困ったな。布切れが誰持ってるかわかんねえや。ボール切れが。まだ戦ったことのない魔物。ってなんかなんとなくだけど、服を着てるモンスターのイメージが。あ、なんだ、なんか明かりがあるぞ。あお、痛い。なんだなんだ、ここは。おお。あ、読むだって。本がある。古ぼけた本が置かれている。ああ、なんて素晴らしいんだ。ホラー穴の奥は銅や石炭にあふれている。ヒノキの棒や棍棒では硬くてとても壊せるものではないが、強い武器でうまく壊して素材にすればいろいろなものづくりに使うことができる。銅や石炭は人間が今よりもっと発展していくための鍵になるだろう。ずいぶん昔に書かれた本のもののようだ。本の内容はここで終わっている。誰かが住んでいたんだろうな。お、薬の葉。あれ、この明るい色って俺撮ったことないかも。これなんだ。初めての銀。銀ゲットって言ってる場合じゃないんだよ。俺は「ボロ切れ」が欲しいの。ボロ切れ。
ボロ切れ。ボロ切れって誰だろうな。またマイクがダメになってきちゃった。今日はマイクの調子が悪いんで途中から音消えちゃうかも。マイク買わなきゃ。あ、マイクの寿命なのか、ステレオミキサーの寿命なのか、ちょっと判断が困ってるところですね。多分ステレオミキサーの方かなと思ってんだよな。これ何もないな。ん？キュピーンって言った。今夜？外は。もしかして。もしかしなくても夜？誰かに見つかった音が聞こえたね。あそこに向かってたのか。めちゃめちゃいっぱいいるんだけど、これは来た来た今来た。会心の一撃が出たんじゃない？今もしかして。やばっす。お腹も減ってる。下にいる。多分あいつだ。荒れ放題だって言ってる。宝箱がある。お前前に進めないでいるのか。話おお人間、君が最近この辺りをうろうろしてるって噂の染谷だね。実は僕このメルキドで死んじゃった人間たちにお墓を建ててあげたいんだ。でもお墓の建て方はよく知らないし、この墓地も荒れ放題になっちゃって。そこでね染谷、お墓の建て方を知っているブラウニーに話を聞いて、この場所にお墓を建ててみてくれないかな。
きっと一度見せてもらえば僕もお墓を建てられるようになると思うんだ。お墓作りを知っているブラウニーはドムドーランドって場所の奥地にいるよ。そこはすごく遠いし、お墓作りも大変だから、もしも気が向いたらでいいからね。お墓を作りたい。この宝箱開かないんだけど。で、なんかドクロの絵が描いてあってすごく嫌だね。呪われるのかな。あ、反応しないわ。とりあえずお墓を作れないとダメなのかな。ドムドーラだって。どこだべ。あ、来た。お墓が壊れちゃう。あ、あいつ。アイテム出さないこいつ。なんだよー、なんだよー。え、今来た。今ボロ切れ来たんじゃない。多分数的には今のでちょうどだと思う。よし、帰るぞ。どっちから帰るんだ。あれ、道に迷ってらーよ。でも今さ、いたよね。あ、いた。あ、落ちてった。お前が多分ボロ切れ持ってるんだろう。ダメだー、ダメだー。ボロ布切れ、ボロ切れ、確か3個でよかったはずだから、とりあえず今のところはこれで間に合うだろう。よし、夜怖いですね。夜怖いね。っていうかもう襲ってくるのと襲ってこない人の違いがよくわからないよね。来た。クローゼットを作る。でもさ、これ布ね、後で欲しいって言われてもこれ困っちゃうな。クローゼットどこ行った。整頓、整頓はどういう順番になるんだろう。土、設計図、食べ物、あ、これかな。 OK。 あ、でけえな。衣装部屋を初めて作った。ニュー、着替え、大きいクローゼットには綺麗な服がどっさり、住人が綺麗な服に着替える。椅子に明かり1。これさ、椅子の位置は悪いよね。戻す、もうすぐ変えるからさ。これでどうだ。着替えるだけだからいいよね。狭くてもいいだろう。すごいすごいって。
公衆の面前で着替えられないと言いつつ、ロッシュは目の前で着替えていたぞ。ピリンちゃん、ピリンちゃん、あなたそこに入って人の着替えを、あら、あなたも着替えたわね。うわ、ありがとう。お着替えができる衣装部屋が完成したんだね。ロロンドもロッシュもケッパーもここに来てからずっと同じ服を着てるでしょ。すれ違うたびに香ばしい匂いが鼻を突き刺して、私もう我慢できなくって。これでみんなにお着替えしてもらえる。今日からは鼻に土を詰めなくても生活できるよ。本当にありがとうソメア。私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。もう着替えた後ですが、まあ、可愛いと思いますよ。ロロンド服変わった？服は変わってねえな、ロロンド。じゃあ君の話を聞こう、ケッパー。ソメア、ロロンドから聞いたよ。君はあの伝説のビルダーなんだって？ビルダーって不思議だね。魔物を倒しても戦士として強くなれないんだろう？ソメア、そんな君に提案なんだけど、ちょっとした技を覚えて強くなるキーは何かい？大木槌の里の奥、メルキド山岳の手前に面白い力を使う魔物がいてね。きっと君ならその魔物を倒し、そいつの技を自分のものにできると思うんだ。コンパスを頼りに魔物を探して、まずはそいつをやっつけてきてくれ。目的地が増えた。とりあえずセーブしていくか。